スーザン・リンドキストは、アメリカ合衆国の分子生物学者。タンパク質、ホールディング、熱ショックタンパク質、プリオンの生物学を研究している。ホワイトヘッド研究所のメンバーであり、所長を務めたこともある。リンドキストは、自己増殖能を持つ、タンパク質が DNA 配列を伴わずに遺伝するという、遺伝学の新しいパラダイムに強い証拠を与えてきた、研究業績で、 最もよく知られる。彼女の研究は、アルツハイマー病や、クロイツフェルトヤコブ病をはじめとする生物学の未知領域を理解するための生、科学的な枠組みを作った。彼女自身が、以下の抜粋で述べたように、生物学の基本的問題の一つである、タンパク質フォールディングの専門家として知られる。リンドキストは、PSI と呼ばれる酵母のプリオンを研究しており、この、 BSI プリオンがゲノム規模に及ぶ変異出現のスイッチとして機能し、進化のコンデンサーとして寄与する分子機構の解明に挑んでいる。近年、リンドキストは人工物質よりも小さい構造体に自己凝集する能力を持つ有機繊維を研究し、ナノテクノロジーに前進をもたらした。また、酵母による生きた試験管モデルを開発し、神経変性疾患における タンパク質フォールディング転移の研究及びハイスループットスクリーニングによる治療戦略に応用した。リンドキストはタンパク質ミスフォールディングに起因する疾患やアミロイドーシスの治療薬を開発するフォーレックス社の共同設立者でもある。2006年6月、リンドキストはレオレポートのツイットネットワークによるポッドキャストバイオテクのミライフューチャーズインバイテクの 初代ゲストを務めた。イリノイ大学アーバナシャンペーン校で微生物学を専攻私学士号を取得後、ハーバード大学に進学し1976年に生物学の博士号を取得した。シカゴ大学分子遺伝学、細胞生物学科でアルバート・ディ・ラスカー医科学教授職を経て、現在はマサチューセッツ工科大学の生物学教授、ハワード・ヒューズ医学研究所の調査官、 ホワイトヘッド研究所の研究員を兼任している。2016年10月27日、ボストンにて、ガンのためぶっこした。67歳ボーツ。ありがとうございます。